皆さんこんにちは。今回は国土地理院さんの 3D 地図にブレンダーで色塗りをしてみたので紹介します。国土地理院さんが公開されている 3D 地図データがありまして、以前このデータを 3D プリンターで出力しましたよという動画をアップしました。でその時はアクリル絵の具で色塗りをしたんですけれども、今回は 3DCG での塗り絵となります。地図が大好きという方で 3D プリンターはお持ちではないという方はたくさんいらっしゃると思うんですが、ブレンダーは無料でダウンロードできるので、簡単な基本操作だけを覚えれば自分好みの 3D 地図を画像にできるのでとてもおすすめです。ちなみにこのチャンネルではブレンダーの基本操作やモデリングの動画を公開していますので、よろしければチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。まずは 3D 地図をダウンロードする方法を解説します。パソコンで地理院地図と検索してトップページを開きます。そうするとこちらのように日本の地図が表示されます。左側のメニューから標高、土地の凹凸をクリックします。色別標高図というのがあるのでクリックすると、名前の通り標高で色分けされた地図に変換されました。これを拡大していくと山地が綺麗に見えて楽しいです。ちなみにメニューのところにある自分で作る色別標高図というのをクリックすると、標高の範囲を自由に指定して間隔ごとに好きな色を設定できるようです。今回はブレンダーで色塗りをするのでこちらは使わないので閉じておきます。使用したい地図上の位置を確定したら、ツールをクリックして 3D と書いてあるアイコンをクリックします。そうすると大小カスタムと選べるんですが、ここではカスタムを選びました。カスタムを選ぶと赤い四角形が出てくるんですが、この四隅にある白い四角をドラッグすることで範囲指定をすることができます。私は富士山と伊豆半島、三原山が入るような感じで範囲指定をしてみました。範囲が確定したら OK ボタンをクリックします。そうすると選択した部分だけが切り取られたような、このような画面に移ります。ちなみに高さ方向の倍率はこちらのつまみを動かすと調整することができます。そのままの高さですと少し迫力が足りないので、ここでは 1.5 倍にしてみました。高さが定まったら VRML ファイルのダウンロードボタンをクリックします。 VRML ファイルとテクスチャー画像のファイルをそれぞれダウンロードして、ご自身の任意の保存先に格納してください。これで 3D 地図のダウンロードは完了です。ここからはダウンロードした 3D 地図をブレンダーで編集していきます。ブレンダーを立ち上げて、デフォルトで表示されているカメラ、立方体、ライトをマウスでドラッグして複数選択して X キーで削除します。先ほどダウンロードしたファイルをブレンダーでインポートするためには、まずはエディット、プリファレンスと進んでいただいて、検索欄に X3D と入力します。そうすると Web3D、X3D VRML2 フォーマットっていうのが出てくるので、こちらにチェックを入れて閉じます。次にファイル、インポートと進んで X3D、Extensible 3D を選択します。先ほどダウンロードした WRL ファイルを選んだら、右下のインポートボタンを押します。少し時間がかかりますが、インポートできるまで10秒ほどお待ちください。 3D 地図がインポートされたら視点を調整します。マウスのホイールボタンを回すとズームイン、ズームアウトができます。またホイールボタンを押しながらマウスを動かすと視点を調整することができます。視点がうまく調整できたら、地図の表面と土台部分をドラッグで複数選択して S で縮小します。表面を拡大してみると少しガタガタしているので、右クリック、スムーズシェードで滑らかにします。それでは色をつけていきたいので、画面上部のシェーディングタブをクリックしてシェーディングモードに切り替えます。色塗りを簡単に済ませたい場合は、先ほど VRML ファイルと一緒にダウンロードしたテクスチャー画像を画面にドロップしてください。カラーとベースカラーをつなぐと、地理院地図で表示していた標高の画像がそのまま綺麗に 3D 地図に貼られます。で今回はせっかくブレンダーを使っているので、こちらの画像は X キーで削除しておいて、ブレンダーならではのグラデーションを設定していこうと思います。シフトプラス A でテクスチャーからグラデーションテクスチャーを追加します。カラーとベースカラーをつなぎます。コンバーターからカラーランプを追加して、グラデーションテクスチャーとプリンシプル DSDF の間に挿入します。カラーランプのカラーバーをこのようにドラッグすると、横方向にグラデーションがかかっていることがわかります。これを縦方向に変更したいので、
グラデーションテクスチャーを選択した状態でコントロールプラス T でテクスチャー座標とマッピングを追加します。テクスチャー座標とマッピングが表示されない場合はエディット、プリファレンスに進んでノードワングラーを検索してチェックを入れてからもう一度コントロールプラス T を押してみてください。ローテーションの Z の値をマイナス90度にします。そうするとグラデーションが縦方向になります。続いてカラーランプの左側、黒くなっている方のカラーバーの色を選択します。続いて右側、白側のカラーバーをクリックしてお好みの色を選択します。後から色は変更できるので今は暫定で入れる形で大丈夫です。続いてカラーランプのプラスのアイコンを押すとカラーバーを追加することができます。追加したカラーバーも色を選択してグラデーションの色を追加してください。カラーバーの間隔をドラッグで変更するとグラデーションの間隔を調整することができます。この後はお好みでカラーバーを増やして色を追加したりカラーバーの間隔を変更してみてください。私は標高が低いところを水色から黄色、標高の高いところを濃い緑色になるように調整してみました。ここまでの段階で終わりにしてもいいんですが、せっかく富士山があるので富士山らしい感じに仕上げていきたいと思います。富士山頂をイメージして白と青色のグラデーションを追加します。お好みで色やカラーバーの間隔を微調整してください。調整が完了したらレイアウトタブを開いてレイアウト表示に切り替えます。シフトプラス A でメッシュから平面を追加します。 S で平面を拡大します。平面以外の部分をシフトキーを押しながらクリックで複数選択して S で縮小します。シフトプラス A でライトからエリアライトを追加します。 G、Z でライトの位置を調整します。続いてライトの傾きを調整します。黄色い丸の印をマウスでドラッグすると傾きを変更することができます。右側のプロパティのメニューから緑色のライトのアイコンをクリックしてライトの強さを変更します。一旦ここでは 1000W に変更しました。レンダープレビューに切り替えます。背景が少し暗いのでワールドプロパティを開いてカラーから明るさを調整します。続いてレンダープロパティを開きレンダーエンジンを EB からサイクルズに変更します。ライトの最終的な明るさを設定します。地図の土台部分を選択してマテリアルプロパティで色を設定します。ベースカラーからお好みの色を選択してください。私はここではメタリックの値を1、ラフネスの値を0にしました。背景の平面の色も同様に設定します。色の設定が終わったら最後にレンダリングをしていきます。シフトプラス A でカメラを追加して G、Z で上方向に移動します。点キーの0でカメラ視点に切り替えます。ビュータブを開いてカメラ2ビューにチェックを入れます。そうするとカメラ視点で画角を調整できるようになります。ホイールボタンを押しながらマウスを動かして画角を調整していきます。撮影位置が確定したら画面左上のレンダーから画像をレンダリングをクリックして出力ができたら完成です。この動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。